ジャーシャカは、イギリスのレゲエミュージシャン、サウンドマン。名前のシャカは、18世紀のズールー族の王、シャカズールーに由来する。1950年代後半に、ジャマイカのクラーレンドン教区で生まれ、幼い頃、イギリスへ渡る。1960年代今つから、イギリスにおいて、レゲエのサウンドシステムを始める。1980年代頃からミュージシャンとして、 音源の制作も始める。トゥインクルブラザースやアスワードといった UK 中心に活動するアーティストやホレス・アンディ、マックス・ロメオ、ジョニー・クラークといったジャマイカ人アーティストの音源を録音した。ジャーシャカはジャマイカのサウンドシステムがスラックネスを含むダンスホールレゲエに傾いていった1980年代にもラスタファリ運動に根ざしたサウンドシステムを構成し、 イギリスを中心に活動したことで知られ、ジャマイカとは異なる UK ルーツと呼ばれるジャンルの道筋を作った。彼のルーツロックレゲエの系統は、アバシャンティアイ、ディサイプルズ、アイレ、ショーンステッパーズなどの多くの新しいイギリスのレゲエアーティストやサウンドシステムを大いに奮い立たせた。ベースメントジャックスなどのヒレゲエのアーティストもインタビューで、ジャーシャカに影響を受けたと語っている。 ありがとうございます。